1998年、これ8年ですかね、平成10年。はい、1998年。3月発行ですね。はい、3月25日発行、紙プロ8号、はい、8号目になります。実質の発売日は多分2月だと思います。本屋さんに並ぶのが2月。はい、この当時はまだ2ヶ月に1回なんですね。2ヶ月に1回。あ、なるほど。各月ですね。毎月のイメージがありましたけど、まあ、ほぼ月間という言い方をしてましたけどね。ほぼほぼ月間みたいな。2ヶ月に1回で。はい、なるほど。1ヶ月半で出る時もあったんですよね。ああ、はい、そんなアバウトなんですか。そうなんです。ムックコードという、まあ、出版界の中で言うと、ムックコードというのがあって、はい、これは毎月発行しなくてもいいと言ったら変ですけども、うん、好きな時に出せる。あ、そうなんですか。はい、あ、じゃあ、ほぼ月間。2ヶ月に1回、はい、1ヶ月半に1回とか。そういうペースでしたね。あ、ほぼ、ええ。ゆくゆく月間になっていきますけども。なるほど、はい、そうですよね。多分ね、うん、僕のイメージもね、月間のイメージなんですよ。ああ、なるほど。紙プロ初期の頃は2ヶ月に1回って考えてていいんですね。はい、そうですね、初期の頃。本題行きましょう。はい、98年3月発行の紙プロ。はい、桜庭和志さんが表紙ですね。はい、ブレイク前のですか、ね、もうこれはね、ブレイクですね。ブレイクした頃ですね。ブレイク。ブレイクのきっかけ。これ何の時ですか？これは UFC ジャパンで、ああ、もう超有名なプロレスラーは本当は強いんですという。はははは。UFC ジャパンのヘビー級トーナメントで、うん、優勝ですね。優勝しました。はい、カウソン・グレイシー柔術のマーカス・コナンに腕十字で一本を取って、うんまあ、その前にダウンを捉えて試合を止められたという、はいはいはい、疑惑の判定があった。あったわけですけど、はいはい、まあ、これはちょっとさくちゃんのインタビューの時に載ってるんですね。載ってます、さくちゃんの時に。さくちゃんが表紙なんですけれども、うんうん、関東インタビューは猪木さん、猪木さんということで、アントニオ猪木さん。はい、でこの時の、はい、背景、背景はですね、98年、あ、ちょっと待ってください、はい、98年、 4.4、 猪木は絶滅せず、え、どういうこと、どこに書いてありますか。98年4、はい、44、猪木は絶滅せず、はいはい、98年4月4日にとうとうアントニオ猪木さんが現役を引退すると。あ、引退する日ですか。引退試合が98年4月4日なんですね。へえ。で、それがちょうど発表された頃、あ、まあアバウトですけれどもそういう状況の中です、うん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 、で、マット界の状況はというと、うん、97年の12月21日に、はい、さっき言った桜庭選手が UFC ジャパンのヘビー級トーナメントで優勝し、はいはい、プロレスラーは本当は強いんですという名言を吐いて、うん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 、でその2日後の12月23日には福岡スポーツセンターで、うんうん、リングスのリング上で田村清選手が前田明さんを打ち破るという、うんうん、はあ、それが97年の12月ですね。はい、そしてその翌年、約4ヶ月後にアントニオ猪木さんが引退試合を行うという状況です。98年の4月4日。あ、4月4日、はい、ごめんなさい、12月21日が何でしたっけ。 UFC ジャパンのヘビー級トーナメントで桜庭選手が優勝した。はーはーはー。プロレスラーは本当は強いんですという名言を吐いた、はいはいはい、これ3回目ですね、言うのこの短い間に3回言ってますけど、この収録で3回目ってことです、はい、97年ですね、はい、ちょっとまとめます。97年12月21日に、はい、桜庭選手が UFC ヘビー級トーナメントで優勝、はい、97年12月23日、はい、リングス福岡大会ですかね、はい、国際センター、前田明対田村清、はい、で田村の勝利、はい、で翌年の98年4月4日に今回のアントニオ猪木さんが引退をされるという、はい、で、まあ、この97年12月の2ヶ月前には高田ヒクソン戦があったと。ざっくり言うとそんなような流れの中です。すごい激動の、いや、だからね、97年98年っていうのはすごく、まあ、プロレス格闘技にとっても大きな意味を持つ年ですね。歌え踊れ楽しき青春ちょっと待ってよ、今何ですか、カラオケ屋に来てる、これ見てください、これ、お、歌ってる、歌え踊れ楽しき青春、いい写真ですね、これ
へえ、ああなるほど。これは何ですか？これはですね、1970年発行のプロレス&ボクシング誌よりとありますね。猪木さんがエレキギターを持って、うん、倍賞光子さん、みっこがドラムを叩いてるという、すごい写真ですよ。貴重な写真ですね。歌え踊れ楽しき青春。あ、これがあれですね、1970年発行プロレス&ボクシング誌。そうです、はい、ですから週刊プロレスの前身が月刊プロレスなんですけども、月刊プロレスのさらに前身が、プロレス&ボクシングというやつですね。はあ、勉強になります。 ありがとうございます。 4.4 ドームプロレスものよ、渾身の力を込めてアントニオ猪木との最後の戦いに挑め、というフロントページがあって、はい、見開きの扉がありますけれども、これは今僕すごい読みたいです。本当ですか？いや、面白いと思いますね、今読んでも。でしょうね。これ、ロングはロングインタビューですね。ロングはロングですね。なぜ今2回言ったか分かりませんけども。ロングもロング。ロングもロングですね。タイトルが21世紀へ闘魂鶴瓶打ちっていうタイトル。もう訳の分かんないタイトルですけども。これは神プロさんでしょ。そうなんですけど、これがですね、朝日新聞だったかな、週刊朝日だったかな、このインタビューが大変面白いという評価をいただいて、一般紙の方からですね。この神プロさんのインタビューが。はい、闘魂鶴瓶打ちっていうタイトルからして意味が分かんないと。だけど、意味の分からないエネルギーを感じるみたいな評価をいただきましたね。いやでもなんかちょっとまたセンチメンタルになっちゃうな。いや、アントニオ猪木さんが引退され、もう引退されて時は経ってるんですけど、改めて振り返りで見てると、猪木さんがこの時98年4月4日に引退をされるんだっていう風な、ちょっと改めて、僕がちょっと私事ですけど、私事ってこれは田村清のチャンネルですから。97年98年も割と個人僕的にもリングスで激動だったので、こういうまあ同業者である猪木さんが、まあ僕が清少年時代も憧れの方ですから、この猪木さんが引退されるってことは耳にはしてましたけど、僕自身もね、そんなこう、じゃあアントニオが引退する会場に行って、その試合を見ていこうっていう気分じゃない時代だったんで、僕自身も。なるほど。だから今、まあ割と落ち着いてる頃に、今2021年この収録をしている時は、こう気持ちが平常心を保ってますので、こうなんかね、アントニオ猪木さんがこの時引退されるんだってちょっと改めて、思いますし、ちょっと98年ですから、年齢的に言うと、まあ、猪木さん1945年生まれ、え、違う、43年生まれか、だから55歳になるのかな、ぐらいですね。あ、55歳で、ぐらい、ね、まあ約ですね、約ですね、およそ。ちょっとずれていたら申し訳ないんですけども、だから逆に言うと、まあ引退して当たり前の年ではありますよね。はいはいはい、年齢的に言うとですね。これご存知ですか？会場とかに。もちろん行ったと思いますよ。神プロ編集長。なんかどうしてませんか？ドタドタってどうしました？神プロは当然取材で行ってますしね。はいはい、編集長も行かれたと思いますね。あ、じゃあもう神プロさん、ダブルクロスさん総出で。総出かどうかはちょっと覚えてませんけれども。聞いてませんけれども、とにかくね、もうすごい人でしたよ。あ、東京ドームですね。東京ドーム、東京ドームのこの当時の新記録を出したと思います。はい、まあでも猪木さんが引退するわけですからね、動員記録ですね。まあ、その後 K1 が記録を塗り替えた、塗り替えないっていう話はありましたけれども、あの外野スタンドの後ろの方にね、もう30、40に人がいるんですよ、立ち見で。あんなドーム見たのは初めてでしたね。もう帰省する新幹線の中みたいな感じですかね。いやいや、本当そうですね。乗車率 200%、 180% の感じですよね。
いやこれちょっと改め、これねちょっと僕もちらっと見た、前田さんのことだったり、馬場さんのことだったり、結構話は多岐にわたってると思いますね。前田も怒るんだったらてめえがやればいいじゃんとか、モハメッド・アリさんとか、UWF のワードも出てきますし、ジャイアント馬場さんですね、まあ、猪木さんは何かもう現役を引退したっていう感覚はないんですよね。あ、私の中では今もですか、今2021年もう常に現役っていう、まあ、リングでは試合はしてませんけれども、そうですね、まあ、今大変な病気をされてね、病床に伏せてますけれども、それでもなんかもう現役というか、そういう感じがしますね。でも僕はね、ここの、このアントニオ猪木さんが、やっぱもうずっと残ってますね。あ、そうですね、頭に、はいはい、眼光鋭いね、はい、1980年代ですね、中盤5年6年、はい、7年、そうですよね、わかりました、はい、ちょっとじゃあでこれでですね、ちょっとこの1回目に概要をつかむためにですね、ここのここを読み上げてもいいですか。はい、はい、我々の細胞に無数のドラマとハプニング、そして夢と感動を刻み込んだグレイテストレスラーアントニオ猪木がついにリングを降りる時がやってきてしまった。闘魂伝授かお祭りか、それとも以前から言われているように本当に猪木はマットに這いつくばって死んでいくのか。当日はモハメド・アリをはじめ猪木とゆかりのある人物が勢ぞろいしそうな雰囲気だが、単にしんみりして終わりということは絶対にないはずだ。むしろ最後だからこそ何が起こるかわからない 4.4 ドームプロレスものよ、渾身の力を込めてアントニオ猪木との最後の戦いに挑め、というリードがありますね。はい、はい、でここから始まる、インタビューという形になります、じゃあ一回切っても大丈夫ですか、じゃあ一回切らせていただきます。歌え踊れ楽しき青春。